お、勝者部隊混乱しております。投石炸裂。どうしようかな、大七さんで倒しちゃおうかな。送信、はい、送信捉えました。捕虜で甲虫は混乱中の勝者部隊攻撃。焼きミロは貫き、いやもったいないか。通常攻撃、放て、通常でも1300与えてますからね、十分十分。再び受信回りです。お、祖軍の革新隊が関心攻勢しました。うん、着々と第五軍団は動いてるようですね。うん、ああ昆虫が混乱したのか。投石台炸裂。マジでガンガン来んな。まあ勝敗の兵が減るのは全然いいんですけどね、こっちが狙いやすくなるんで。うーん、輸送はまだここか、効果からでもここか、遠いな。まあ、なんとかこの間粘ってね、減らしましょう。放てー。で、太子寺は攻撃できないんで補修。それでは再び受信回りです。劉備軍よ、あー円の酵素が死亡しました。あー、投与失敗、投与失敗。劉備軍よ、ガンガン来やがれ、全部ここで食い止める。だー、甲虫がまた混乱した。しかし投石台は炸裂している。そう、いくらね、いっぺんに来ようと1体ずつしか攻撃できない時点でこっちの方が圧倒的に有利なんじゃ。残念ながら甲虫混乱してたから攻撃できないんだよな。奥のやつだ。で、こっちも特にやることねえな。太子寺なんかな、太子寺できないか、仕方ない、ここら辺に置いときましょう。再び受信回りです。はい、また獲物が突っ込んできましたね、劉邦さん。おお、なんだ今、同士討ち、いや仕掛けてきたのか。投石炸裂、炸裂、炸裂。許さんぞ、これで終わりだ。ちょっとここに対処しようかな、弓だったら後ろから攻撃できますし。放て、くらえ、対処の一撃。このターンで輸送入りますね。これで受信金9とか兵糧8000とかかなり少ないのから出し続きます。もうこの輸送が入ったら国商とかも出します。あ、君の大使事項中よく踏ん張ってくれた。お、王子さんだったかな。これは成功です。お、なんだ、解放嫌ですよ、王冠ならまだしも。あ、カウント来た。しかしドーンドーンドーン。カウントいえど投石台にはそう簡単に手出しできまい。くらえ、ほらっつわ。カウンを射抜く。でい、劉邦に当たっちゃったかな。さあ出陣だ、行くぞ国将。あれ、あ、兵装がない。くぅー。兵糧あっても兵装がなかったか。これで、なんとか、一部隊ぐらいなら。行くぞ、国将。いや、ヤナミロだ。ヤナミロ。これで、ちょっとまず直そうかな。申請、100%。目を覚ませで、投石部隊国将で出します。ちょっと1ターンではあそこまでいけないんですけどね、ちょっとこっから遠目に撃とうと思います。すげえ固まってるんで。陳竜、呂将軍と曹操軍戦ってますね。そして趙雲が呂将軍から曹操軍に寝返ってますね、これ。あらまあ、うん、お、輸送とかも入れようとしてるな。楽よ。まだ攻める感じではなさそうですけど、いい感じに準備はしてるみたいですね。
そして安定は、おお、もう落ちますね、安定、これ。すげえ猛攻撃仕掛けてます。ここ、武将57名いますからね。すごいぞ。ちょっと今回、こっち見ていきましょうか。攻めかかれ破壊せよ。終わりでしょ、これで。はい、安定攻略でーす。おー、大軍団頑張ったー。素晴らしいよー。すごい投用でしょこれ。あっと思ったら結構逃げてるようですね。ダメだ、やっぱ忠誠は下がってないから全然来てくれないですね。全員捕虜、まだ死ねん。ああ、調査の護国隊が死亡しました。安定で金不足なのが捕虜を解放しますぞ。そんなー、せっかくこれにしたのに。撃てー撃てーって、なんか上でも戦ってんな。馬長と宝徳が戦ってんのか。まあ、なんとかしてくれるでしょう。捕虜、全員逃がした。いや、いる。何人かはいる。全員ではなかったようですね。まあ、ちょっと、次なる目標を設定しておきましょう。これは第4でしょう。都市攻略。攻略は、落葉だ。まあ、委任内容は特に変えなくていいかな。オッケー。ちょっと、第5軍団の目標を変えたいと思います。第4落葉を任せて、第5は、もう、陳竜、落としていただきましょう。そして、受春周りは、また大使寺混乱してますね。大使ちゃん、頼むよ。投石、ここなら大丈夫か。くらえー、あれ、龍鳳に当たっちゃったのか。今缶を選んだつもりなんですけど、なんか一番ずれるんだよな。大使寺まで結構減っちゃった。神聖、うん、移動しないとやられちゃうな。缶をくらえ、同じく缶をくらえ。そろそろ5から極悪を落としに行きます。こちら石指がだいぶ作れたんで、館内でいけるでしょう。まあ、これは絶対勝てる戦だと思うので、まあ、落とすところだけお見せしていこうかなと思います。もう届くのか。いやー、余裕でしょう。なんならちょっともう1部隊ぐらい出しちゃおうかな。宝剣さん、一緒に叩いちゃおうぜ。では今度は受春見ていきましょう。おお、なので赤い弾ゲットです。あと防火鳥だったかな、ゲットです。バエーで、また混乱か。よう混乱すんな。で、後ろの部隊はどん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 投石でない時期になっております。このカウカウなんだよ。ほい、よし、オッケー。ちゃんと狙い通り。カウンさん。あ、誰？コーチもズミになってるな。なんか混乱しちゃってんのか。これ以上近づけさせん。貫けー。オッケー。引き続き、受春回りです。お、祖軍の霊宝隊がどうかを落としました。もう早くも楽より攻めようとしてます。いいね。やる気満々だよ。第4軍団。うでー、柳楽に勝てると思うなよ。カウンター痛えぞ。宝石台も痛えぞ。お、剣閣を狙っている模様です。剣閣？いやいやいや、無理でしょ。すぐ近くに長領いたし。どうすっかな。勝敗だいぶ減ってるな。この部隊全部倒したら勝敗も狙っちゃおうかな。まずは、お主からだーと言いたいけど、ちょっと火を消しておきたいかな。消火。よし、オッケー。で、攻中攻撃。花見ろもうと思ったけど、突っ込めねえ。火矢だ。おっと、一撃。あとは補修か。
ちょっと国章はもう下げちゃうか。承知。五の周りも全部建物できたんで、武将を移動させちゃおうと思います。ここで優秀なのは、孫権とか長州、長路とかかな。てか、長州の政治すげえな。100あるじゃん、100。雇用さんも陸外さんもすげえな。よし。もう受春に送っちゃいましょう。いってらっしゃーい。では、最後の一人、ビジクさんの動きを、あ、宝徳捉えたようです。グミミボタン。従順の還元が死亡しました。まあ還元さんはいいや。向かったって、校長また混乱したか。校長兵器でしょ、通常攻撃。あ、君のも通常攻撃。終わり。開始時は返そう。城の中10万までしか兵入んないと思うんで、これ以上入れらんないな。もう勝敗に出撃するか。ちょっと、あれ、猛角がここにいる。なんかやられてこっちに来たのかな、君主のいるところに。ちょっと国章以外で訓練。でも国章を出しちゃいましょう、投石で。いくよー。200日分持って出陣。狙いは勝敗じゃー。さあ、そして曲はと、これで終わりですね。叩き壊せ。はい。曲はと、攻略。これで、この、大河をまたいでる、右下の方、まあ、東南って言った方がいいか。東南は全部我が領土になりましたね。丹寧とかも、移動したら、ここ任せちゃおうかな、委任で。建物がちょっと全部でもできてからかな。そしたら委任で、ひたすら輸送担当にしましょうか。都市攻略とかじゃなくて。突き破れ！おお！なんか第五軍団。これなんだっけ？古老館か？これ。古老館ですね。古老館を落としました。しかし、敵も古老館を狙って出てきました。あれ？第五軍団。目標を陳留にしたはずなんだけどな。なぜ？神竜激戦区すぎてボロボロだな。まあ、いっか、第五軍団、第四軍団、それぞれ、泣くよう神竜を目指して、任せるよ。甲虫の兵糧が、やばいことになったんですね。なんか混乱してたからか、動けない。くっそー。泣き色も気力がなさすぎるんで、どっちしても一回重ねるとダメだな、これ。それ柳色も一回戻すか。で、別の方をもう出しちゃいましょう。兵器 S。余毛だ。余毛さん、投石で。行くぞ。承知。護衛役も出さないとまずいんだよな。軍馬が一応1万は来たか。あれ、バウン力、開発してるのか、太子寺は劇、あ、でも、騎兵もいいっすか。どうしよっかな、劇の方がでも多いな。太子寺さん、忠誠下がってないよな、大丈夫だな。13,000、ちょっと金、800ぐらい持たせて、出陣。承知。あと、猛角も劇 S なんで、一緒に出します。一緒に出すんだったら、やっぱ太子寺、群馬で出すべきだったな。ある程度、種類を変えた方がいいですからね。激激になっちゃった。まあ、いっか。心得た。いけるでしょう。曲はこうから、ちょっと、観念医さん、土兵、待ってください。全部兵装持たせて、で、兵士も、まあ、1万7000ぐらい持たせて、輸送に出しちゃいます。もうそのまま受春に入ってもらう予定です。いってらっしゃい、受春。はい、岐阜が両南とかする通り成功です。お、バガンの通りも成功です。そして、取った五郎館、攻撃されております。果たして守りきれるんでしょうか。温かく見守っていきます。
文兵が向かってんのかな。新しく技巧研究、人心掌握やります。配下部署の忠誠が下がりにくくなる感じですね。70日。おお、地球隊が韓国艦を落としました。撃て撃て。おお、五郎艦も戦い始めておりますね。おお、国炎さんが、正規さんが、孫光さんが、東和さんが、バカンさんが、バキューさんが、陸石さんが、龍翔さんが、両棒、両棒、両棒はちょっと痛いよ、今出撃中だし。やばいね、一気に寿命が近づいてきております。そしてなぜか太子寺と猛角は別ルートから行こうとしてるみたいですね。よろしくないよ。ちょっとやっぱ委任にしてるとやばいな。自分でコントロールして向かわせましょう。両毛も行くぞ。国将は、あの弓矢倉を攻撃したい気持ちもあるけど、いや、しとくか。あれ、先方打てない。なんでだ。ここまで行けば打てるけど、いや、打てる打てる、大丈夫か、気のせいか。くらえ。オッケー、一撃。投石台がもうないんだよな。やっぱもうちょっと欲しい、投石台が。まあでも秋見ろたちも出さないとやばそうなんで出しましょうか。いや、軍ばっか違う、兵装があんまねえんだな。いや、5万もあんじゃん、全然ある。今見間違えたら5000じゃない、5万でした。だったら行くよ。歩兵で金ちょっと持たせて出陣。あー、でも訓練してからがいいな。訓練、出撃しない人たちでやる。よし、80まで来た。これだけあれば十分でしょう。あ、君ろー、行くぞ。自分で動かすか、また余計な方行っちゃうかもしれないし。まあ、あとは甲虫やなみろの2人で大丈夫かな。金もちょいと持たせて行くぞ。あとはやなみろか、やなみろ同じく行くぞ。1万2000800戻せて、あ、兵糧が、くそ、ここもが限界か。仕方ない、まあこんだけありゃいけるでしょう。では勝敗回り見ていきましょう。艦がどう動いてくるか。はい、突っ込んできた。艦砲だったけど、おお、あ、連携入ったのか。やるじゃねえか。しかし投石をなめるな。相手は激槍。よし、まずは大使に突っ込ませよう。旋風もらった。よし、二部隊ヒット。猛角は残念ながらいけないな。ここまで送っとくか。余毛もうこっから攻撃できんじゃねえか、やっぱり。でも大使に当たっちゃうな。建物を破壊だ。くらえ、勝敗。秋見ろももうここまでいけるな、すげえな。カウン、くらえ。千十一、甲虫はさすがに届かないか。次のターンですね。陳竜気になって見てみたら旅将軍に落とされてましたね。もう曹操の残る都市は楽よのみです。これは上の第五軍団が攻めたら終わりかな。曹操よ、あとわずかですね。でもな、東洋自分でしていきたいな。ちょっともうこのターンは行動しちゃったんですけど、遠くから攻撃しようかな、もう。私自ら楽よ手伝いに行きたいと思います。まあそれは次のターンとして、まずは勝敗回りです。お、海外投資ですか、仲間入りです。ドゥリア、太子寺引っ張られて関羽が入ってきた。そして国将混乱したけど治ったか。ちょっと両方は攻撃できないな、こりゃ。ヒアでとりあえず関羽をどかす。
どけーカウ、どけーカウ。1300、どうだろう、旋風で倒せっかな。食らうがいいと外したけど、でも捕まえました。捕虜、猛角でいけるかな。馬でじゃあさすがに無理か。でも火で終わりだな、次のターン。もう嫌がらせだ、食らえ。破壊破壊。では円から出撃しますと言っても、ここにいる武将って義援がちょっと強いっていうのもあるんですけど、他あんまり強い人いない気がするんだよな。あれ、なんか義援どこ行った。あー、義援東洋に送っちゃったのかですね。じゃあ仕方ない、激変ゴツーとツーコツ行きましょう。金もちょっとだけ持たせて、いや、みんな8000持てるのがめっちゃありがたいな、これ。あ、なんかすでに、超人さん、攻めようとしてるし。どうなんだろうな。上から行くのがいいか、下から行くのがいいか。まあ、上から狙ってる部隊あるから、こっちは下から行こうかな。そして、投石がないのか。しまったな。もっと作っときゃよかった。作って、もう間に合わないけど。できれば弓。旅協さん。微妙だなぁ。この人なんて読むんだろう。旅行さんか。旅行さんが、でも中世めっちゃ低く。これはダメだなぁ。旅協さんでいきます。同じく下から行くぞ。では、再び勝敗回りです。お、逃げてった、逃げてった、観光さん。何、大主人が混乱だと。やるじゃねえか。火を消したい。でもカウン、もう倒しちゃいたいな。くらえ。おーし、カウン捕らえました。とりよう、ナンバー王が軍神を捕らえるという。すごいな。もう、ゴチュウとかも火突っ込んじゃおう。行くぞ。こっからは、いける。もらっちゃー。で、秋見ろで、消火だ。特徴は突っ込めないか。で、両方を模した、行きましょう。再び勝敗回りでーす。さあ、頑張れ。逃げていきますね。しかし、そのあがきも終わりだ。行くぞー。ユウさん捕らえました、捕虜。で、コウチュウさん、いやだ、熱い。勝敗をおとなしく覚悟せい。あきみろも、まあ、ここはいいや、壊さなくても。よし、遠すぎ部隊がここまで来れてる。ちょっと剣業に投函と投石が結構あるので、もう輸送しちゃおうと思います。どうなんだろうな、こっから戦うことあんまなさそうなんだよな。ちょっと石弓も少し持ってくか、1万ぐらい、こんなもんかな。兵士はいいとして、米もまああんまねえか。でもぐーい、まあ1万ぐらい持ってくか。誰でもいいよ、陸石さん行ってきて。承知。では勝敗回り見ていきましょう。おおって、おテイク隊が新農校かな、落としました。楽より着々と迫ってます。あ、ようやく馬頭さん在野にいたら投与できました。この人ずーっと無理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 言われてたんですよ。お、舞台が出てきました。カンコ、もうカン捕まっちゃったもんね。投石くらえ。カンコ終わった。一撃です。そして秋見ろも先方、あ、違う、そうか、違う、両方だ。
いけるか。くらえ、2200。いや、君ろも、ヒアだ。放て、あ、落ちた。勝敗攻略でーす。よっしゃー。いやー、リービー軍10万ぐらい兵あったんですけどね、あっという間に落としちゃいました。まあ、それもね、ジュシュにめっちゃ攻めてきたおかげなんですけど。なんか、イレブンは、籠城するっていうのがあんまりないんで、結構兵を減らせますね。あと、劉備軍残りは2万6000。で、8万3000。まあ、北海にまだ結構ありますね。こうなるとな、なんか劉備軍滅亡するっていうよりも、余将軍減らしていきたい気持ちがありますね。こっちももう、余将軍と隣接したことになりますからね、勝敗ゲットしたことで。とりあえずちょっと、甲冑とか入れておくか。もうボロボロ。五郎館の方はだいぶ兵が減っちゃってますね。いや、こっから攻撃できねえからな。入れちゃうか。入れちゃった場合第五軍団になっちゃうと思うんですけど、まあいいでしょう。これで五郎館守れる気がする。もう上、おお、結構戦ってますね。こっちの部隊ばっかりか。でも超運がいる。宗神徐行と、とにかく武将の質は向こうの方が上ですね。曹操軍の方が。しかし、曹操軍もあとわずかかな、これは。蔡宗なんかまたすげえ溜まってるんで、輸送出させます。まあ1万ぐらいも出せ、兵士も、5万、やりすぎかな、あんま、持ってきすぎると今度入りきらないんですよね。まあでも持ってくか。ドローも9万ぐらい。あれ、ホウトウ蔡宗にいるんだ。なんか蔡宗に人が集まってるようですね。ホウトウさん、もっと前に行きませんか。前に、お、英氏が300に勝利しますが、いいですか。その時には出てるからいいよ。お、第5部隊が順位区取られたようです。お領、あらせー、お、人心掌研究完了でーす。あ、これに起源使ってたんだっけな。突き破れ。向こうも頑張ってるようですが、お、なんだ、球場に向かえばいいのか。規定でいいのかな、皇帝でいいのかな。始皇帝、武帝のそれと比べても劣るものではありません。大山へ向かうそうです。はい、天下太平を実現したって言ってますけど、まだ終わってませんよ。なんかいかにも天下統一したようなこと言ってますけど。秋村様万歳。219年3月、宋皇帝秋村が大山に登り、宝禅でいいのかな、風禅かな、多分、宝禅だな。宝禅の儀を盛大に取り行った。ここに、秋見郎は、皇帝、これ何だったっけな、なんとか殿の祝福を受け、その臣民の息は上がり、その牽制はさらに高まったのだった。まあ、振り仮名後で振っておきます。お、秋見郎の頭数が100になりました。武力もプラス2上がって90になりました。知力もプラス2です。政治もプラス2です。魅力もプラス2です。化け物だな、秋見郎。お主、やるやん。はい、といったところで、今回は、ちょっとキリードでここでやめたいと思います。いやー、劉備軍にも手出して、勝敗まで進むことできましたね。そして、軍団を分けているからか、結構全体的に色々落とせているような気がします。特に被害に遭ったのは曹操軍ですが。まあ、次回は引き続きね、この第五軍団が戦ってるのと、自分がちょっと援軍で出してる、この緑葉さんからも残りは。で、落葉を落とし、それとは別に、ちょっと、ついに旅将軍に手出していきたいです。っていうか、うちの軍、風州さん一人で、陳竜攻めてますね。なぜ一人で行かせた、巨匠。一緒に攻めてやれよ。かわいそうに。こりゃダメでしょう。まあ、とりあえずね、劉備は、これ以上、向こうから攻めてこない限りは、一回ほっとこうから、いや、
登壇のこっちのルームを可否とかに設定しとくのもありなのかな。結構距離が遠いから不安なんですけどね。うん、まあそういうのもちょっと次回考えてやっていこうと思います。なんだかんだ残る勢力は絞られてきたんで、クリアが見えてきました。あとちょい頑張ってやってきます。この動画良かったなと思ったら高評価、次も見たいなと思ったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。